NP 完全問題は NP 問題の中で最も難しいとされる問題です。難しいという意味は NP 問題の全てがその問題に多項式時間で帰着できるという意味です。この難しいは NP 困難とも言います。こちらは帰着できる NP 問題の関係を示した図です。一番上の方にある充足可能性。 さっと、問題ですが、これはクックによって NP 完全であると証明されています。なので、これらの問題は帰着、還元の関係にあるので、すべて NP 完全問題です。これは、すべての NP 完全問題の難しさの程度は同じである、ということもあります。 下の方のハミルトンヘイロと巡回セールスマン問題の関係は後ほど述べます。こちらは、重足可能性問題、SAT の例です。与えられた論理式に対し、論理式内の変数に0と1を割り当てて、論理式全体が1になるような割り当てを探します。二つの例を挙げていますが、どちらも判定問題で、 与えられた論理式を真とする変数の割り当てが存在するか、という問いに対し、イエス、ノーを判定します。この問題は変数は日しか取りませんが、変数の数が N の場合、N の2乗で指数的に増えていくため、多項式時間で完了しません。この多項式時間で終わらない問題を NP 問題と言います。帰着は、問題 X を、問題 X を解かずに、 問題 Y へ変換します。この際に、X を Y に変換する方法と、Y の解放が分かれば、X が解けることになります。帰着は相互に成立する場合もあります。つまり、X から Y へ帰着でき、Y から X にも帰着できる場合があります。どちらも、 変換するプログラムは多項式時間で実行できることが条件です。こちらは、巡回セールスマン問題をハミルトンヘイロ問題に帰着させる図です。この場合では、ハミルトンヘイロは NP 完全問題であり、NP 問題である巡回セールスマン問題から帰着できます。実際には、この逆も可能です。巡回セールスマン問題は、 頂点を被覆する最短の経路を見つけることであり、結果として、頂点を被覆するハミルトンヘイロ問題も解くことになります。